ニューハンプシャー植民地は1691年10月7日から1788年まで北アメリカ現在のアメリカ合衆国ニューハンプシャー州の領域に存在したイギリス王室領植民地である。その直去は1692年5月14日にイングランド王国とスコットランド王国の共同君主となったウィリアムとメアリーによってマサチューセッツ湾直轄植民地と同じ時に 法制化された。どちらの植民地もマサチューセッツ湾植民地の一部だった。ニューハンプシャー植民地は、ニューファンドランド知事ジョン・メイソンによって、イングランド南部ハンプシャー州にちなんで名付けられた。この植民地は1741年まで、先住の総督がいなかったが、その後ベニング・エントワースが指名された。その後のニューハンプシャー払い下げで与えられた土地の多くは後に、 バーモント州となった。もともとは、ロングハウスの大集落に住む、インディアン部族のアベナ貴族の領土だった。彼らは季節によって集落近くに泊まって、魚老、植物の採集、砂糖漬け作り及び交易に関わるか、近くの種族と戦いあるいは近くの野鳥狩りや、狩猟場に向かった。後には、タバコも栽培し、いわゆる三姉妹トウモろこし、 マメ類及びスカッシュを栽培した。六百九十一年より以前、ニューハンプシャー植民地は六百二十三年から六百八十年の日付があるいくつかのイギリス土地特許の産物だった。その植民地の歴史の大半、ボストンに本拠を置くマサチューセッツ湾植民地に支配された。六百三十一年、トマス・ウィギン船長がニューハンプシャーのアッパープランテーション植民地の 初代知事として務めた。これは、現在のドーバー、ダーラム及びストラットハムで構成されていた。他の入植地、リトルハーバー、ドーバー、ポーツマス及びエクセターが従った。入植者を送って、漁業の植民地を作りたいと思ったジョン・メイソンが、デイビッド・トムソン、エドワード・ヒルトン及びトマス・ヒルトンを派遣した。彼らは、ドーバー氏やリトルハーバー氏を設立した。 エクセターの入植地は1638年にアウン・ハッチンソンのデシジョンホイールライトによって設立された。これらの町は1639年に統合され、1641年にマサチューセッツ湾植民地に合流することに合意した。1680年1月1日、ニューハンプシャーはマサチューセッツから分離し、別の政府を持つ植民地になった。 1688年にッサチューセッツと再統合し、1691年に最終的に分離され、この時点でニューハンプシャー植民地となった。ありがとうございます。